濡れた。なになに、どこで濡れたの私これ。いやだ、ごめんね。おい、涼しいね。うん、日陰だよ。分かってる。あもちゃん、日陰に入ってた方がいいよ。日陰ね。ママは帽子かぶる。ストレスなんですけど。ほいほいほい。ご飯食べて。ご飯、続きすぎてる。おい、こら、こら。こんにちは、たいこむです。今日は前に一件だけまたリクエストがありまして、持ち物を紹介してほしいということだったんですけども、私がアクセサリーもそんなに宝石とか持ってほとんど持っていなくって、バッグもそれほど大したものも持ってないですし、お部屋の中のルームツアーといってもちょっと恐ろしいようなちょっとカオスの世界になってしまうので、お見せできるものって言ったらここにありますヘアアクセサリーとか、あとはガシャポンぐらいなんですね。なので今回はちょっとザラッと興味があるなし分かれると思うんですけど、まあ、お一人様の、一応リクエストなんで、その人に向けて、ちょっと撮っていこうと思います。お暇があったら見ていってください。こっちはここのメーカーですね。バナナクリップとカチューシャ。なんかミンクのシュシュ、今時ミンクなんて言ったらよくないですけど、あとバレッタ、カチューシャですね。はい、シュシュになります。ここに置いてあるものは全て赤ですね。素材がこっちが布、こちらがレザーですね。で、これはちょっとモフモフした感じの、色が派手で使えないようなやつですね。いろんな色、ついつい可愛いので揃えてしまっていますが、最近は新しく買っていません。で、こちらスワローを使った方の結ぶやつですね。これは色違い、こちらも色違いですね。これもちょっと似ている系統でキラキラしてますけど、使いやすいのはここら辺かな。これちょっと形が変わるので、髪の毛に沿ってこういう風にキュッとすると収まりが良くなります。あとはこの色も見えるかな。このような結構地味派手で、髪に黒い髪の毛つけるとかなり馴染むかと思いますね。これは地味で馴染むかと思いきや、結構こっちのゴムの方が目立ってしまってあまり使ってはいません。で、同じ理由でここら辺もあまり使っていません。ね、ガツンと大きな方がゴムが目立たなくていいのかもしれないですね。
ちょっと今爪が、付け爪とか使いすぎて爪が剥がれてしまって割れてしまっているので何も割れてしまっているので何もできてなくてお見苦しくてすみません。とりあえずこれがシュシュとか髪の毛を結ぶ方のアクセサリーでした。じゃあこれがヘアクリップになりますね。ヘアクリップ、こちらの3つすごいシンプルなものはザ・ヘアバー東京、ちょっとよくわからないんですけどギャップがやってるんかな、なんかちょっとギャップがやっているみたいですね。このカメのマークなんですけど、これシンプルなクリップですね。で、こちらが赤の装飾が施してあるおいでクリップになります。このグリーンとか結構綺麗ですね。こっちは背中とかにはないんですけど、これも石が結構機能がついてますね。これも装飾がついているタイプですね。内側にもついているのはこういう感じで、こちらにもありますね。これは単色のもので、結構マーブルのものが、色が混じってるものが結構あります。これもよく見るとこのように少し模様が入っているものですね。これはもう完全にマーブル模様みたいになってますね。で、こちらはなんかブランドがよくわからないんですけど、とてもちっちゃくて、私みたいに髪の毛が少ないととても使いやすいものです。はい。で、こちらはなんか A マークって何でしたっけね、アレキサンドリア、なんだかちょっとわからないですけど、これとにかく A のマークのブランドさんのちっちゃいやつと、まあ中くらいのもの、これは多分昔デューティーフリーとかで買ったんだと思うんですけど、こういう感じですね。あんまりそんなに個数はないかな、こんな感じの。これはちっちゃい子たちですね。髪が少ないと本当にこのぐらいの子たちはトップを少し留めるだけの時は使いますね。はい、今度はバレッタです。すべてアッカさんです。こちらは長いタイプですね。長いタイプ、石がちょっと大きい、かなり大きいタイプで、こちらは短いバレット、こんなことやっても倒れますね。バレットさんですね。これはレザーにちょっと大きめのスワロがついてるやつですね。これとか、これはよいしょ、これは、これとこれとはお揃いです。上と下とでこう髪の毛の留め方を変えてつけるといいということで買い求めたものですね。あとはこれとかは結構馴染みますね。で、冬とかにつけると映えるのはこれかな。かなりゴージャスになります。並べるとそうそういっぱいも持っていませんね。あ、そう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 、これちょっとさっき混ぜるのを忘れてたやつ、あと今私がつけているやつも紹介し忘れましたけど、これ101匹ワンちゃん柄と、このグリーンのやつも忘れてました。
なんかいろいろあちこち動いてるか忘れちゃうんですよね。はい、これがアッカの櫛になります。こういうちょっと色がうまく出ないんですけど、本当に色がうまく出ないの。どうしましょう。こちらはアッカじゃないかもしれないですね。ちょっと忘れてしまいました。こちらの地味なやつも悪化ではないと思います。こちらはかなり重たいんで、重量があるんでちょっと使いづらいですけども、こちらの方は意外に軽いので使いやすいですね。使いやすいんですけど、色がうまくお伝えできないかな。いろんな色が混じっているので、髪の毛に刺すとかなり馴染んで素敵ですね。これは派手地味ってやつですかね。はい、これがかんざしです。すべてアッカです。なんかすごくクラシカルなデザインからモダンなデザインまでいろいろとありますが、すべてアッカです。結んだ時とかに刺して使うんですね。で、一番好きなのはデキ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 、じゃじゃん。はい、これが一番最初に買ったんじゃないかな。これが一番使いやすくって一番好きですね。何にでも本当に万能で、丸いんで方向がなく、どの方向でも使えるので便利です。丸いものは他にもあるんですけど、例えばこれとか、まあこれも、でもやっぱりこっちの方がまだ使いやすい、これですね。こっちもうやっぱり向きがないのが一番使いやすい。これはちょっとさすがに大きいのでなかなか使いづらいですね。これもなんか地味だけど大きくって存在感がある。それは好きで買ったんですけど、髪の毛ちょっとでも多く挟むとピチンって取れてしまって落ちるので怖くて、もう観賞用です。きれいきれい。ということで、このぐらいかな。いつも最近しているのは、こういうすごくシンプルな、これはあのここの最近ソニプラとかでもバラ売りしてるんですけど、前はなんだ15本ぐらいセットでしか売ってなかったんですけど、これここのお店のこういうとってもシンプルなもの、これをいつも使っています。アレンジをちょっとしたいかと思います。で、一番この派手なやつで、このように止めて、このように止めて、一番この止めやすいまで髪の毛を下からすくって、これが見えないけど、なんとなくできてますかね。一番見えてほしいようなところをあえて隠すと、ちょっとわけのわからないアレンジをしてみました。あとはよいしょ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 ってやって、大きなクリップで留め、こういう、誰に見せたね、こういうシュシュで、こう止めるとか、どうなってる？ちょっと意味ないよね。これを角の方までこうやって、で。
のちょっと引っ掛けてくるっと上に向けて突き刺す。こうやるとかんざしが使えるっていう感じの一番シンプルかな、ということでした。まあキラキラしていてとっても思ってると気分も良くなって楽しいですね、よいしょ。キラキラしてるといえばあの鉱石なんですけど、インスタでもちょっとご紹介しましたこのブルータスさんからなんと珍奇鉱物という雑誌が発売になりました。この中にこういう宝石とは違う魅力、この大きさによって鉱物の大きさによってコレクションの仕方とか楽しみ方とかも載っているので、これはもう私はお宝にするので、これは見る用、こっちは保存用で買いました。 Amazon さんでも取り扱っていますので、今はね、もしもよければお手に取って一緒に鉱物の世界を楽しんでください。イエーイ、ということでした。バイバーイ。最高は石だわ。